はい、パワーハウスのもろみです。はい、ちょっとね、今日はレオさんとお出かけなんですが、ちょっと行く前にね、大事なことがありますんで、それをまずやります。はい、今から。はい、これです。で、グリップテープを貼るっていうのがね、ちょっとね、今日、久しぶりにやるやつなんで、緊張しております。じゃあちょっと一気に飛びましょう。果たして成功したのか？ドン！ドン！あー、すいません。これちょっと僕の新しいカーペットっすね。はい。僕の新しいスケボーはこちらです。じゃん！はい、これです。ね、ちょっと、面白くないですか？はい。カーペットデザインのグリップテープね。ちゃんとグリズリーのグリップテープですけど、こんな、ちょっとね、面白いっすね。いやね、このね、グリップテープの感じがすごくね、本物のカーペットに見えるんすよね。ね、ちょっとニューデッキ。はい、グリップテープね。ね、あとレオさん待ちましょうか。眠いっすか？まあ、とりあえず、ね、眠いっていうことで。朝の儀式ですはい、どうぞ。じゃあ今日もお願いします。ね、見て、グラビティのデッキテープ買ってきました。ハンバーガーじゃないじゃないですか。いや、ハンバーガーのやつ一番粗いやつなんですよ。粗いですね。はい、まあ、それだけでした。もう、いや、なんだかんだ1年ぶりとかじゃないですか。僕がね、レオさんに無理やりフロントテールやらされてぶっ転んだところですね。はい。はい、ちょっとせっかくなんで、ファーストトライ、キックフリップ、これで。絨毯で。あ、ニューデッキ、そっか、そっか、ニューデッキ。完全ニューデッキ。完全ニューデッキ。アンド、絨毯。おぉ。そういう契約じゃない。大人の事情。じゃあ、ファーストトライ、お願いします。お願いします。何やるんすか？ただ、キックフリップすぎて。あ、オッケーです。失敗したら、それデッキを降りますんで。無理でした。え、うせやん。レオさんひどい。レオさん。ごめんってマジで。ひどい。どうしよう。すいません。新品。まあまあしゃあないですけど。スケボーってそういうもんすよ。うわ、マジか。これですよ。結構えぐられてるっす、ね。うわ。ごめんなさい。はい、大丈夫です。今度買ってあげるんでデッキ。はい。それで許してください。本当ですか。はい。それはもう許しますね。はい。すいません。うまっ。ちょっとドロップイン、はい、前は本当怖くてできなかったんですよ。もう考えもしなかった、うんうん、で最近の僕のコツはもう何も考えないですぐ行ってやるっていうのが、それ結構いいかもっすね。前までほら空ドロップしたんです。そうですね。でも久しぶりなんです。もう半年ぶりかぐらい。まあいいや、そんなんね、言い訳ですね。いきます。お願いします。怖くない。大丈夫ですか？気をつけてくださいね。はい、いきます。はい。おお、普通にいけるじゃない。
ないですか。いや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 、これはもうレオさんのおかげっすよ。ありがとうございます。いや、去年やっぱりね、大会出場するっていう目標で、あ、そうですね、まあ、練習ね、してきた甲斐がやっぱありましたね。はいはい、大会ではドロップインしなかったけど、でもそれに向けてね、はい、頑張ってた時期は。ロビンさん、はい、あと1、2ヶ月した大会あるんで。いやいや、ね、視聴者さんそう思うでしょ。視聴者さんも多分、またロビンに大会出てほしいな、あの感動欲しいなって思ってるはずなんですよ。いや、それは僕もなんとなく感じてます。ですよね。だけど、レオさんからのさっきオファーもらったやつは、ちょっとパークのレベルが高すぎっすよ。いや、大丈夫です、大丈夫です。いやいやいや、関係ないっす、関係ないっす。何できんの、あそこでも。ちゃんとあの年齢別でクラス分かれる。はい、大丈夫です。年齢別はい。じゃあ僕、レオさんクラスじゃないですか。まあまあまあ、いいじゃないですか。はい、レオさん。お疲れ様です。はい、今回のタイトルがですね、はい、メイク率 100% の男が教える。いや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 、教える盛りすぎやろそれ。これフリップのコツ怒られるって。この前の動画メイク率 100% だったじゃないですか。まあ、確かに、ね、あれはあの動画、ねね、間違いないですよね、うん、ちなみにあの動画ね、はい、出してないんですけど、はい、あの後もね、そうなんです、20分か30分お互いフリップとトレフリップやり続けて、はい、そうなんですよ。何回ぐらいでした大体。多分ね、お互い30回は連続でメイクしてるですよね。だから過言ではないですよね、僕今。 あの日はですね。まあでもちょっとぜひレオさんのコツを聞きたいと思います。わかりました。はい、お願いします。ちなみに僕は、はい、いわゆるあの平成トレじゃなくて、はい、昭和トレって言って、まあ、昔からあるクラシックのやり方のトレフリップなんですけど、このままあ、もういきなりコツいきます、はい、もういいですか。1回見せた方がいいんじゃないですか。あ、なるほど、メイク率 100% の男、ね、これでできないとちゃんとあのメイクできるよっていうところはお見せしないといけないんで。なるほど、はい、いきます、はい。はい、お願いします、はい、じゃあレオさん、はい、見せてください。まずお手本、はい、さすが。はい、いやー、なるほど、こんな感じで、ね、もう皆さん見ての通りやってください。初めてのトレって覚えてるんですか。です、ね、いや覚えてますよ、スケボー始めて2年ぐらいですかね、まあ、トレフリップ練習してて、はい、回るんだけど乗れないっていう、どうしても両足乗れないんですよっていうコメントいっぱい来るんですけど、まさにその状態だったんですよ。まあ、なんかトレフリップ練習いろんなところでやってて、ここの場所だと調子いいなっていうところがあったんですよね。となんかちょっと石畳で弾けがいいような路面、まあ、でもそれでも乗れないと。フェイキーのトレフリップをその時やったんですよ。フェイキーの場合って軸がこっちにあるんで、はいはい、そうですね、上手い人でもフェイキーのトレフリップってちゃんと地面当たらなくても乗れたりするじゃないですか。そうですね、その状態でフェイキートレ乗れたんですよね。 あれはフェイキートレは乗れるんだと思って、でそこからまあフェイキートレやりつつメインのトレもやってっていうのを交互にやって、でいつの間にか乗ってたって感じですね。なのでその初メイクしたっていうその日の記憶はないんですけど。ああ、なるほど。まあ、好きなトリックではありましたね。やっぱり見た目がなんかかっこいいっていうか、うん、その一般の人が見ても、うん、スケボーしてない人が見ても、わ、すごいめっちゃ回ったみたいな、うんうん、まあ、要は僕の中でモテるトリックだったんですよ。まあ大事ですね。そうそうそう、だからよく昔は、はい、あの合コンにねスケボー持って行って、はいはいはい、飲み終わりにじゃあ、はい、次行こうか2軒目っつって路上でトリフリップしてキャーっつってまあここはカットしておいてくださいね。なんで言う。実はあの僕の嫁さんも、はい、まあ、トリフリップで落としたようなものですね、はい。いつか事実確認を。そうですか、なるほど、はい、じゃあ、まあ、トレは結構そういう意味ではなんかいろいろ一緒にこう大人になってったそうですね、はいはい、真面目な話すると、はい、大会とかでもああのフラットバンクでやったりとか、うんうん、コンテストトリックの一つでもありました。あ、それだからまた練習するきっかけにもなりますね。そうですね、コンテストに入れるから。そうですね、それはもうメイク率上げないと。そうですね。僕はですね、はい、後ろ足、後ろ足、はい、はい、テールの足ですね、はい、靴なんで見えないんですけど、はい、これを足と見立てた時に、はい、指の第一関節をテールのこの側面を握るような感じ、あ、はいはい、でこの感じでデッキの側面を掴みながらしゃくるって感じですね。あ、そういうイメージなんですね、はい、スクープするっていう、こうすくい上げるみたいな、その意識がいつもあるんですね。ありますね。なるほど。前足はそのしゃくる瞬間と同時に前出してあげるってだけです。なんか変にフリップかけようとかそういう意識は僕はしてないですね。進行方向に出します。あ、なるほど、はい、なのでデッキないところでやると、はい、まあ、こんな感じですね、はい、デッキがあるとして、はい、なるほど、このイメージめちゃくちゃ大事ですが、僕のコツです。あ、なるほど、じゃあお願いします。じゃあやりましょうか、はい。いかんすね、そう、ハウ、真面目なハウトゥーなのに笑ったりしますね、はい、いや、僕もう大丈夫ですよ、はい、僕と、じゃあ、はい、じゃあちょっと一回やってみますね、はい、そうですね、そうですね。おー、まあ、こんな感じですね。あー、素晴らしい。
はい、まあまあまあそうです、まあまあこんな感じでやってもらえれば十分すごいですよ、はい、もう皆さんも練習すれば間違いなくできるようになる。はいはいはい、はい、時間でございます。なんかレオさんと一緒にねどっか行ったら必ずこのラーメン一休はい行ってるイメージあるんですけど、今日もはいちょっと混んでるんですけど行くことにしました。はい、ちょっと食べに行きましょう。